まさかのね談合坂来て、スタバまさかのスタバ。俺ら二人ともさ、お腹空いてなかったからさ、まあしゃあないよな。談合坂来たっていうのはこれだけ。情報が薄い。お水だけ。いや水分補給大事だから。でさ、水分補給大事大事言いながらさ、二人とも頼んだのがさ、フラペチーノって。で、俺がいつも食べてるセットをね、ちょっと今回は紹介したくて。まあ稽古の時とか。暑いな。だから通気性がね、通気がいいさ、外選んだけどさ、暑いな。全然暑い。まずはこれがハム&マリボーチーズです。何がいいって、結局チーズがあれば何でもうまい。これに尽きる。いただきます。うまい。本当はさ、俺もさ、ラーメンとかね、丼とか、サービスエリアっぽいもの食べたかったよ。朝ハーシュザポテト食べちゃったからお腹空かないよね。結構稽古の時とかはハム&マリボーチーズと粗挽きソーセージパイ、粗挽きソーセージパイ、このセットが大体多かったな。近隣をブラブラする状態。その近隣ブラブラっていうのは、君のプランがないから現地にいて任せる系ではなく、緻密な計算の上でのブラブラ。緻密な計算の上、ノープランという計算をした。あかんよ。